ゆとび、皆さんちょっと今緊急で撮ってるんですけども、9月の中旬ぐらい、前回ぐらいの動画でゆとびね、単焦点、高級単焦点の魅力とか、あと 135mm のレンズ欲しいねみたいなね、動画をねアップしてたと思います。ゆとびがね、レンズ買うときはね、いつもそういうレンズ買うまでにね、何本かそういうねストーリーみたいな感じでね、ゆとびが沼にハマっていくシーンもね、ちゃんとリアルにお届けしてるんですけども、いや前回のその動画にですね、コメントいっぱい来たんですよ。もう買ってるんでしょと、もうこの動画アップしてる頃にはね、ゆとびさんの手元には 135mm があるっていうねコメントいっぱいもらいました。やっぱ正直ね、なかったんですね、もうその動画の時。ほんまにね、もう全くね、買ってなくて、皆さんのコメントとかも見つつね、どうしようかなと思ってたところですね、ですね、ニコンさんがね、 135mm の F1.8 の何ですか、プレナかなんかね、めっちゃなんかすごいやつを出すというね、噂が広まってきております。公式のねツイッターとかでもそういうねティザー動画がアップされてしまいました。ゆとびがもう今ね 135mm どうしようか言うてね、キヤノンにするかソニーにするか言うて、やっぱキヤノンがええわ言うてる時に、ニコンさんからもまたね 135mm が出るというね、動画が出てしまった。もう買ってもうてんけど、タイミング、いやいやーね、ですね、皆さん、前回の動画アップして、ほんでゆうとび、皆さんのコメントも見て、もうこの状況になった次の日にニコンさんからティザー動画発表されました。いや、ニコンさんからはですね、58mmF1.95 のね、ノクトっていうレンズがね、あるんですよ。超高級単焦点レンズ。で、そのノクトってね、同じフォントが使われてるね、この多分今回 135mm の F1.8 が出るとやろうということでね、100万円してくれ、マジで。出たとしてもどうせ買えんかったと思いたい。もう、買っちゃったんで、ゆうとび、同じく 135mm。ということで、ゆうとび、こちらもう中身、もう、がっつりわかると思いますが、ちょっと挨拶しとこう。ゆうとび本日の動画こちらでございます。 135mmF1.8 超高級単焦点レンズ買ってみたので、開封からの撮影ということで、早速開けていきましょう。来た、オープン、ポンポン、うわー来た、うわめっちゃ嬉しいなこれ、やばー入ってる、うわギター、皆さんこちら30万円もしました。もうこんなところで開けるようなものじゃない。はい、失礼します。はい、バカリンポン、バカリンポン、バカリンポン、あ入ってる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 、あこれフード、フードでか、フードでかも、これ相変わらず植木鉢みたいなフード入っとる。そしてこれですね、あー来た、うわー皆さんちょっとこれもう刮目してくださいよ、これほんまに、いやこんなものをユートビア持っていいんでしょうか。いやー、うわー行くぞ、おー来てくれ、出てこい、いでよ、 RF135mmF1.8、 うわ待ってかっこよ、うわかっこよ、あーもうこのこのキャノンのデザイン好き、シンプルイズベスト、このこの感じですよ、もうわかる、このみんなキャノンのレンズのこのこの見た目、ゆうとびめっちゃ好きなんやけど、これどうよどうよ、これどうですか、ここちょっとレンズ面失礼しましょう、いきますよ、オープン、あーそういえばプロテクター忘れた、あーでも開けちゃう、うわーもうちょっと待って、何これ何これ何これ、ちょっとありえん、宇宙が広がってる、めっちゃ綺麗、なんですかこれキャノンさん、うわ奥にこれ絞りバネかっこいいの入っとるで、かっこいい、ほんまにかっこいい、あもう涙出てくるこれ、いやちょっと待ってな、ちょっと待って、もうちょっと堪能させてください、いつもやったらねもう撮っていきましょう言うんですけども、やば、あー嬉しい、ちょっとフードつけてみよう、めっちゃかっこいいやんけ、これでねもうユートビアね秋いっぱいね写真を撮ろうと思ってるんですよ、フードこんな感じですね、あんまりもうちょっとまたこんなとこで新品のレンズやるもんじゃないんですけどね、行くで行くで行くで、3、2、1、はい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 は
てしまったかゆうとびもついにこの駅まで達してしまったということで、早速ねこちらどんな実力を持っててどんな絵作りをしてくれるのかめちゃくちゃ楽しみでございます。いいボケ写真狙っていきます。ということで早速撮っていきましょう。はい、ということで次の日のゆとびです。135ミリやっとシャッター切っていくぞ。ちょっとこの辺りにですね、ね、蝶々が結構飛んでるんですよ、蝶々。ほんでちょこちょこね、こういうね、花とかもね、咲いておりますんで、一旦ちょっと花に止まった蝶々あたりを撮ってみたい。さっきな、この花にうまいこと止まってくれてんけどな、白い蝶が。ほんでさ、まあそれこそね、今動画の映像でこれ35ミリのね、縁 2.8 やったらね、背景もね、こんな感じで、まあいろんなものがね、こう入ってるのでね、そんなにこう、やっぱりね、綺麗なボケっていう感じではないと思うんですけども、これをねこの135ミリの縁 1.8 で狙ったら果たしてどうなるのかということで、ちょっと粘りつつね撮っていきたいなと思います。よし、ということです。やっと切るぞ。シャッター切っていきます。果たしてどんな絵になるのか。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、めちゃくちゃもうまさにねこういう感じの写真が撮りたくてこのレンズ買いました。ちょっとね花とか蝶々小さめに置いて、ほんでこのねもう大量のボケでねこう画面いっぱいいっぱい埋めると、この長い焦点距離で縁がめっちゃ低いので背景がねもううまくね柔らかくねボケてくれております。いや、よかった、撮れた。もうこれが撮りたかってんだマジで。ちょうどねあの背景のねボケの部分が光が当たっててね、若干こう明るくなってる部分をねこううまいこと角度ねつけて撮ったので、いや、ふわふわ写真撮れた。よっしゃ、よかったよかったよかった、よし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 、これでねもうゆとびはこの秋をね乗り切ろうと思ってるんですよ。いや、いいやんか、可愛い感じの写真になったで。これぞボケ写真でしょ、ほんまに。ということでね、もっとちょっとねボケ写真量産していきたいなと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけども、待って、アサギマダラおった、アサギマダラ。おー、これね、ちょっと今ここに渡ってきたんやと思いますが、皆さんご存知でしょうか、あの鬼滅の刃のさ、胡蝶しのぶさん、あの胡蝶しのぶさんのモデルになったと言われているこのアサギマダラ蝶々です。めっちゃか、お、めっちゃ綺麗な、結構大きいんや、しかも。おー、開いた、おー、開いた、おー、めっちゃ綺麗、すごー。これ飛んでるやつとか撮りたいけど無理かな、さすがにちょっと難易度高すぎる気がするけども、135ミリやったら。わ、どんな感じで撮ればいいんやろうか、これ。ちょっとこっちの映像でも見てみましょう。おー、うわ、めっちゃ綺麗な、やっぱ。これでしかもさ、今、皆さん、F 値 7.1 ある、いくら F 値 1.8 まで下げていきます。おお、めちゃトロトロにボケるやんけ、背景すげえ、めっちゃ綺麗。いや、ということでちょっと、あ、もう これここでこういう感じで撮るだけでめっちゃ映えるんじゃね、今もしかして。撮った方がいい、これ。ちょっと待って、撮るぞ。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、なかなかちょっとね、まあ、一応ねこの写真、あの飛んでる写真撮れたんですが、 F 値 1.8 で撮ってもうて。いやね、このあの何ですか、蝶々のあのこの口の部分とあと顔の部分にはねバッチリピントあったんですが、いや、この場合もうちょっと絞って、あの羽にもねぴったりとピントが合うように撮った方が良かったかもしれませんね。まあ、蝶々の角度にもよるねんけども、なかなかちょっとやっぱ飛んでる写真は難しすぎる。でもう一枚ね、止まってる写真も撮れたんですが、またねボケ写真、玉ボケもちょっと入れて、飛んでね、あの羽とかにピント合わせ撮ったんですけど、もうこのレンズの解像度やばいな。こんな綺麗に撮れるんや、ちょっと衝撃を受けてる、やばすぎ。ちょっと解像感が えぐい、いや、えぐい、本当にえぐい。いや、ほんまね、ちょうど今の9月27日の2時40分なんですけども、ニコンの 135mm どうなってんやろ、まだ発表してないよな。発表してるやん。ほんまに発表してるやないかーい。ニコンちゃんつぶやいてるやないか、1時間前。何ミリこれ。135ミリ出てるやん。ほんまに出てるやん。何も。100万円しろ。何もですか ?10 月13日発売予定。予約は29日10時より。ちょっと待って。価格は、価格はいくらですか、価格。まだ価格出てない、ちょっと待って。
ちょっと待ってよ、調べるからね。29万9000円より高かったらゆうとびの勝ち。価格100万円してくれ。どれや、予想価格で40万円。安いやん、安いんかい。何それ。いやいやいや、ちょっとやめて。いやいや、100万円せえへんや。いやマジ。いや、もう待って。何このレンズ、やばいんやけど。何このボケ、ちょっと待って、やめてやめてやめて。いやでも40万円やろ。まだこっちの方が10万円安いということで、無料無料実習無料になった。結果これが安くなった。ソニーより10万円高いものやと思ってたけども、ニコンよりも10万円も安い。これ10万円も安いんですよっていう言い訳をするしかない。やば、マジか。ということで次、はい、ということで次なんですけど、待って、飛んでった。いや、ちょっと待って、まさかのまさかの、あの、皆さんこちらの鉢ご存知でしょうか。青い鉢、別名ね、ブルービーって言われてる、幸せを呼ぶ鉢って言われてるね、昆虫さんですね、こちら。初めて見た、結構小さいんや。正式名称はですね、ルリモンハナバチやったかな、確か。この夏終わりのね、9月ぐらいに、こういう、あの、あー、どこ行った、どっか行った、いや、花の蜜でも吸ってるんでしょうか。いや、なかなかね、地域によっては絶滅危惧種にもね、指定されてたりするみたいなんですが、まさかの見れたね、これ。うわ、写真うまいこと撮れるかな。なんか攻撃された。おー、どっか行った、ほんまにどっか行った。ということで、ちょっと集中してシャッター切っていきたいなと思います。ほんまにどこ行った。あ、はい、ということで、こんな感じの写真撮りまして、70-200mm で撮りました。ニコンさんからね、135mm 出たから、このレンズも嫌になって撮るのやめたとかではなく、なんとなくね、こっちの方が最大撮影倍率を大きく映せるんかなと思ったけど、なんかそんなに変わらへんっぽくって、まあまあ、とりあえずこんなぐらいの大きさで撮りました。いや、ほんまにね、昔からさ、ユートビアのね、DS 出た時も、ゲームボーイアドバンスの SP を買った、なんか次の日ぐらいに DS 出ちゃって、周りがみんな DS 買ってる中、ユートビアだけ SP で頑張ってバカバカやってた記憶があります。こういうこと多いんですよね。いや、また、ただね、まあやっぱりマウントが違うので、いや、135mm を使うってなったら、絶対 Z8 も必要になってくるからさ、100万コースはさすがにちょっと実質無料とは言えん。なので結果オーライ。だからっていうことは、だから、あのレンズを使うためには、まあだからね、Z8 も買ったらもう90万ぐらい飛ぶことを考えたら30万円で済んだので、ユートビア60万得しました。ってことは、あとまだ2本買えるという余裕が出ております。いや、耐えてんな、マジ耐えてるわ。あとね、ちょっとさ、ついにね、ほんまもう涼しくなってきたからさ、ユートビーカーもこの究極のカメラマンベストまた導入してるんですけど、もうめちゃくちゃ便利やな。やっぱもうこれないとユートビー撮影無理やわ。ほんまにこのポケットのおかげでね、追加で持っていきたいレンズを持っていきつつね、リュックから解放されるという画期的すぎる、マジで。ほんで、ついにね、お待たせしまして、もうこの10月中にはね、再販できると思いますんで、ぜひまた続報お待ちください。ということで、次はい、ということで最後なんですけども、これまた今ね、 135mmF1.8 の動画映像を撮っております。これなんやろ、糸トンボみたいなやつね、撮っていこうと思います。すごいの、 EOS R5 ちゃんとトンボの目にピンと行ってくれてるぞ、これ。ということでね、もうここシンプルにね、もう一番 135mm の、ね、最短撮影距離まで近づいて、ほんで背景をね、トロトロにぼかしていきたいなと思います。どのこのこっちの右の方とか、この辺も綺麗な玉ボケ。ただこうすると若干トンボの色が消えてしまうので、こういう感じで皆さん、玉ボケというか背景ボケのね、角度によって、ね、全然こうね、印象がこうやって変わってくるので、一番ね、絶妙にね、いい背景になる場所、それをね、見つけていってくださいませ。ということで、ここ、シンプルにまた横行で玉ボケ背景トロトロにぼかしを取っていこうと思います。はい、
い、ということでこんな感じの写真になりまして、なんかこのレンズ持ってたらあのボケをとにかく入れたくなるから横構図で撮りがちな気がすると、縦で撮っちゃうとね、せっかくのこの綺麗なボケがねちょっとでも減ってしまう気がするんで、いやユートビついに横構図に目覚めるかもしれへん。これいやニコンのねあの 135mm の作例もねちょっとやばそうでしたが、でもこのレンズもさあの綺麗なボケ写真撮れるよ、もうほんま撮れると言っても30万円レンズに比べて高すぎるよということで、もうねちゃんと撮れてると思いますよこれ。まあ、今日の1枚目のねこの写真と最後のこのトンボの写真、特にこちらトンボの写真の方がなんかボケはねいい感じにねこう入れることできたので、今後もねちょっとあのこのレンズね長く使って癖を学びながらいい作例撮っていきたいなと思います。ということでもう撮るものなので終わります。はい、ということで本日はついにユートビ初めてのあの超高級単焦点レンズ 135mm 縁 1.8 を選んで購入してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。いやもうとにかくちょっとまずはねコスモスが楽しみやね。コスモス、さっきのトンボ写真とかねあの蝶々の初めの写真みたいな感じでね、一輪だけコスモスにピント合わせて他全部ボケさせるみたいな、ね、写真が撮りたくて、この秋からはですねもうこの 135mm とねあの 600mm 縁4を使いながらいろんなね自分の撮りたい被写体作例をね生み出していきたいなと思います。いやでももうほんまにそれにしてもニコンさんのタイミングが絶妙すぎるわ。まあ、正直まあ多分ねあの出てたとしてもユートビはこれを買ってたと思うんですよ。なんて言ったってキャノンのボディを使いたいから、このシステムで見た時にね絶妙なね組み合わせっていうのを、ね、ユートビはね重視してるので、その中でもね最高級なこのクオリティのレンズが使えるっていうのは本当に素晴らしいこと。キャノンさん本当にありがとうございます。ほんでニコンさんほんまやめてください。まあでも結果出てくれたおかげでこれが安く感じるのでね、おかげさまでユートビは得をしたと思っていきたいなと思います。ということでもうしゃべどんな色で帰りたいなと思います。いやーユートビもいつかほんまにいつニコンデビューできるんやろうか。ソニーニコンキャノンの3マウントユーザーに、なりたいですね。これもまた一つの、夢として目指していきたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録してユートビの、今後の活動を応援いただきますと幸いです。目指せ15万人言うてやってます。で年内までに15万人いきたいです。あとちょっとやでほんまに。さよならバイバーイ。